はい、どうも、しろこりです。こんこりー。カセットビースト続きを遊んでいきます。はい、前回はこちらの大天使、モルガンテに出会って、まあ、この大天使に協力しなきゃいけないみたいですね。まずは公園にある駐在所に行き、登録してレンジャーになろう。これをやっていきましょう。街の北側ですね。なんかエレベーターを修理してたのが直ってますね。なんかびっくりマークがある。こんにちは。くたびれたレンジャー。いや、よかったら手を貸してもらえないかい？いや、イアンシーさんに言ったんだ。ここに町の看板を建てたいってね。そうしたら町の雰囲気が良くなると思うんだよ。だろう？ただ、看板を作るのに必要な木材の計算を間違えて足りなくなってしまってね。もし木材が余っていたら分けてくれないかい？そうしてくれたらすごく助かるよ。喜んで。本当かい？ありがとう。それじゃあ木材が集まったら声をかけてくれ。300個？300個も？マジそんなに？ひたすら木材を落とすモンスターと戦わなきゃいけないってこと？やばすぎ。あ、家に入れる？さっき、なんだ、顔色悪い人に絡まれてた人か。この町はね、できてからもう101年も経つんだよ。知ってたかい？ここがまだ小さかった頃を思い出すね。この町もいろいろと目まぐるしく変わったもんだ。でも町の土台はね、昔と同じままなんだよ。結構前からいるお方なんですかね、この人は。じゃあ、北側に行きましょうか。乗せて。ほい。町の人はモンスターとカセットテープの話ばかり。あなた、ここの人はみんなあれが好きだと思ってるんでしょ？でも私は違うわよ。モンスター関係のあれこれってどれもこれも気持ち悪いし不愉快だわ。ああ、なんでもっとまともな島に流れ着けなかったのかしら。嫌がってる人もいるんですね。そうなんだ。これなんだ？ステッカー商人と話してみたら白こり。ステッカー商人？ここは？お店の人が置いていったメモがある。アイデアを思いつくために公園の洞窟まで行ってきます。お昼までに戻らなかったら誰か助けをよこしてください。公園の洞窟に行き商人に何があったのか確かめよう。新しいクエストですね。バトルが有利になる新しい攻撃用ステッカーを探しかい？ならこいつがおすすめさ。あ、ここで買い物ができるんだ。ここでパルプを使うんですね。なるほど、覚えておきましょう。こっちの人は何だろう。私はサポート用の新作ステッカーを作ってるの。なるほど。サポートか。サポートも重要そうな気がしますね。では、町の北側から外に出てみましょう。北への小道。あ、ここがさっきの場所か。なるほど。じゃあ、もっと、どうやって、北側行くの？これ。どうやって向こう行けばいいんだ？フィールドいろいろ見れますね。これは？なんだろう？ワープができそうな。これ。もしかして、ここに、ちょっと、ケイリー？ちょっとどいて。あれ？違う？あれ、なんか、置くのかなって思ったんだけど、違いました。なんだここ。パイロン担ぎが戦う感じになってしまった。よし。まずは尖って。これ。スイッチした方がいいな。米ボム1に変身。OK。ね、こうやってプラスチック系に攻撃されると回避率が、米ボム1の回避率が上がりましたね。噛みついてパイロン担ぎ1に、皮膚器でパイロン担ぎ2。あ、一撃で倒せた。ナイス。いいですね。うん、叩く、はしゃぎ回るでヒットポイント回復。ナイス。
ナイスナイス。ロック状態って戦闘終わったら解除されるのかな。噛みつく S レア技ですって。2つ特殊効果がついてますね。すごい。スプラッシュダメージ、命中率すごすぎ。やばない、やばない。ステッカー貼り替えられるのかな。見てみよう。ステッカーを入れ替えるで噛みつく、つけられる。おー、すごいすごい。戦闘でいろんなステッカーが手に入るわけね。すごいやん。ここだ、よし。こっちがニューミラル公園、公園にやってきました。ここに目的の人がいるらしい。あ、また地鳴り。え、堂々とした女性。ねえ、ちょっと、あなたたち。普段なら駐在所までこんなに近づくほどズーズーしくないわよね。礼儀正しく交渉できるうちに出て行ってはどう？え？あら、動かないつもり？それじゃあ、一仕事しなきゃね。おお？え？ダブルドミノマス？え？強っ！レベル60だって強っ。さすがレンジャーのリーダーって感じ。貫禄ありますね。あそこに行くんだ。あ、なんか可愛い子が頭に乗ってる。あれは何？野生のモンスター。あ、怒ってる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 。ちょっと相手してみましょうか。スコップ持ってない？お供ワイヤーだって。仲間にしてみたいですね。とりあえず尖って、ドミノモスは風か。風には何が効くっけね。氷電気、アストラルタイプが強いけど、それ以外はそんな変わらんかな。まあ、そよ風でドミノモス攻撃アップ。OK。 記録しちゃいましょうか。あ、待って待って、白コリは噛みつくお供ワイヤーにして、ケイリーがノーマルテープを使ってお供ワイヤー。レコーディング、噛みつく、ナイス、いい感じですね。 100% 痛い。レコーディング中はね、人間の姿になってるから、ヒットポイント注意しないといけませんね。あ、いけるかな。攻撃受けたから、あ、よかったよかった、仲間にできましたね。お供ワイヤーは普通ニューミラル島の平原をうろついていることが多い。バトルの相手を探しているのだ。見た目は可愛いが、とても情熱的な戦士で、生まれつき向上心に恵まれている。へー、そういう感じなんだ。本当に見た目は可愛いですけどね。パーティーがいっぱいになると、記録したテープはバッグの中の特別な場所、ボックスにしまわれる。ボックスにしまわれたテープはキャンプやカフェで休んでいる時に編集や入れ替えができる。ボックス内に入れたいらないテープはリサイクルすれば資源やステッカーにできる。了解です。ナイス。資源ってどのくらい回収できるのか見てみたいですよね。ソニック、いや、そよ風、ナイス、ビクトリー。お、綿毛の悟り。相手が次のターンに出す技が避けられる技なら、その命中率が 0% まで下がる。え、わかんなくない？そんなんわかる？こんにちは。私はずっと夢見てきたの。レンジャーになりたいってね。その夢を今終わらせるわけにはいかないわ。え？戦うの？レンジャー志願者。え、何それ、星クマ？星クマ？クマムシ？そういう感じ？とりあえず尖ろう。尖って、
あ、回避率上げようかな。どっち、うん、どうよ。オッケーオッケー。噛みつくで引きつけるで味方の回避率を上げる。あ、強いですね、さすがに。回避率アップ。引き寄せ状態の間は味方を狙った攻撃を全て自分が引き受ける。あ、そういう感じなんだ。まあ、自分の回避率を上げてますからね。瞑想状態に入っている間は毎ターンステータスが上がっていく。え、厳しい。そして眠り状態の間はいつもの技を使えなくなる。へー、なんか面白い感じですね。そよ風、ステータスが上がっていくのは、あ、こいつアストラルタイプなんだ。そうか。え、じゃあケイリー交代だな。スイッチして、確か毒に弱いはずなんで、アストラルタイプ。カーニバルじゃねえや、カーニハブにしましょう。よし、ナイスナイス。うん、大丈夫ですね。もう一丁噛みつくと毒の一撃。ナイス。バーサク。アストラルタイプの内なるハーモニーは汚れたエレメントであるプラスチック、毒、メタルにさらされると乱れてしまう。バーサク状態の間はダメージを与える技しか使えない。なるほどね。しかも毒状態にもなった。状態アップと異常がめっちゃすごくなってる。目が覚めた。おお、勝てた。相性が本当に面白いですね。ナイス。夢は夢のままにしておいちゃダメよ。叶えないとね、夢は。わかるよ、その気持ち。夢か。最近あんまり夢とか考えたことなかったですよね。こっちまで追いかけてくるの。ああ、シノマカブラ、また新しい子がいる。ちょっと不気味な感じでいいですね。ええやん。尖ってスイッチ、ポメボム1に変身しましょう。シノマカブラ、私捕まえたいですね。まずは叩くでちょっと様子見して、皮膚機でカーニハブを倒しておきます。で、AP ブースト。噛みつき痛いね。皮膚機ナイス。じゃあ噛みつくにして記録捕まえましょう。レコーディング頼んだよ。よし、ナイスナイス。まだ大丈夫。オッケー、記録できました。シノマカブラ、目は見えないが代わりに周りの空気を味わう能力で獲物を探すことができる。開けた場所で狩りを行うことを好み、その間は岩か動物の骸骨に座っていることが多い。へえ、面白い生態ですね。味わう、周りを味わう。すごいな。お、ナイス。いや、いいですね。どの子をパーティーに入れようか、これまた悩みそうな気がする。いや、これ戦うんかな。待って、ポメボム1セットしといて、これで話しかけてみよう。ランドキーパー、公園の周りの土地は不動産価値が非常に高いんですよ。あ、まあ、やっぱ戦うんだ。不動産価値、なんか金儲けがどうこう言ってたね。尖って獣タイプってやつ。ビーストタイプは特に苦手なタイプとか
いなそうですね。ノーマルタイプっていう感じなのかな。まあ、皮膚気しましょうか。はい。あ、ちょっとヒットポイント回復しときたかったな。オッケー。噛みつくにしてはしゃぎ回る。これでちょっとだけ回復する。本当にちょっとだけ。噛みつく痛いよ。ケイリーばっか狙って。ナイス。倒しましたね。ビクトリー。お、挑発レアタイプ。おー。いいじゃないですか。オフ。犯罪率まで非常に高いとは。どっか行っちゃった。犯罪率。犯罪者扱いされた。ここからどうやってあの人の場所まで行けばいいんだろう。え、マジ戦う感じこれ。お、ちょうどいいところに。お前らを倒せば、俺たちはレンジャーにふさわしいんだって証明できるぜ。マジ、2対2。厳しい。厳しい。ポメボムワン。今ヒットポイント結構やばいんですよね。とりあえず尖るか。いやマジか。とりあえず尖るか。攻撃力アップ。相手もですね地道に倒していくしかない。そうだな、噛みつく。こっちはとりあえず、いやどうしよう。相手毒タイプに毒って、まあ変わんないか。一旦吐き出すか。お、いいよ。あー痛い。めっちゃ痛い。あ、反撃した。あ、反撃を反撃し返すの。え、反撃いつまでも続いちゃうんだけど。え、やばい。やばー。ケイリーやばっし。こいつはやばいよ。攻撃を防ぐ壁を作り出す。これちょっとやろう。よし、ヒットポイント削るけど、ウォールを作って、で尖って、ナイス。よし、それで噛みつく防いでるね。ナイス。おー強いよ強いよ。おー、バンシープめちゃくちゃ強いですね。おー、パルプめっちゃ手に入った。やっぱりダメか。俺なんかレンジャーにはふさわしくないんだ。いや、そんなことはないと思うよ。かわいそうに。ちょっと焚き火して回復してこよう。こいつはやべえよ。やばいよやばいよ。ねえ、シロコリ、聞きたいことがあるんだ。大事な話だよ。今、キャンプ中に会話が始まりました。覚悟はいい？なんでしょう。あなたって、犬派？猫派？犬派、猫派、フェレット派。これ難しい問題ですよね。犬も猫も全然両方好きですし、どちらかというと私、どちらかじゃないな。爬虫類とか魚類が好きなんですけど。犬派、猫派、難しい問題だ。どちらかというと犬かな。いいセンスだね。私もそうだよ。自分の世界に戻れたら犬を飼いたいな。最近はたくさん歩いてるから、なら犬がぴったりかなって、どうかな。いいですね。一緒に犬飼いたいな。一緒にってなんだろうね。リマスター。一部のテープはスターが5つになるとリマスターできる。テープをリマスターするとモンスターは強力な姿に進化する。ステータスが強化されるほか、新しい技も覚える。リマスターしないとゲットできないモンスターもいるほか、どんな姿に進化するかは条件によって変わることがある。テープのリマスターはできるときにやっておこう。え、あ、バンシープできます。リマスターしてみよう。楽しみ。リマスター。バンシープのテープをリマスターして強くしますか。はい。
魂が変獄から旅立つ時が来たら、これによってなんか変わるの姿が、魂が変獄から旅立つ時、あの世に向かう、この世に戻る、あの世に向かう。おお、かわいい。バンシープのテープがウールガイストに進化した。へえ、バンシープとは違い、ウールガイストは物質世界に一部が具現化しているだけの、ちゃんと死んでいる例だ。へえ、誰かが最近死んだところへ近づくと、頭の角は鋭くなるという。へえ、じゃあ、例のパターンと例じゃないパターンに進化するんだ。2パターンあるんだ。両方見てみたい。そうなんだ、かわいい。やったぜ。ピョンジャックも進化できますね。リマスターしよう。夜道を歩くならどのスタイルで？放浪者、盗賊。盗賊でしょ。おお、ちょっとかっこよくなった。ピョンジャックのテープがコソ泥パンに進化した。いいな。盗みの腕前が高いことで有名。また盗んだお宝で自分を飾り立てることが多い。そのモノクルみたいなのも盗んだのかな。そのためコソ泥パンの盗みの腕は身につけているお宝の量でわかる。あ、そうなんだ。もうパッと見のあれで実力が分かっちゃうわけね。うちの子はどうですか？ドミノモス。あれ、こっちもドミノモス。あ、進化は一パターンだけでしたね。トクセクトに進化。シュッとなりましたね。シュッと。空気力学的にとても抵抗が少ない体を持っている。その特性を生かし、先の尖った足で敵にキックと強烈な風をお見舞いするバトルスタイルで戦う。なんか戦隊ものっぽくなりましたね。なんか正義の味方みたいな感じでしたし。かっこいい、かっこいい。いいじゃないですか。やったー。新しい強い仲間増えましたね。よし、このパーティーで行こう。待って、どうやってここに行くんですよね。これどうやって行けばいいのかな。こう行って、ここの行き方わかんなくないですか。それ、しばらくさまよわないと。お、またいますよ、レンジャーが。私はピョンジャックに変身し続けた時間の世界記録を持ってるんだ。そうなんだ。ピョンジャックのプロ。ジャックだって名前。ジャックがピョンジャックに進化した。これ名前狙ってつけられたのかな。とりあえず尖っておこう。ピョンジャック、まあ、ビーストタイプだからそんな弱点とかはないですね。とりあえず、皮膚機、攻撃しよう。近接アップ。オッケー、皮膚機だ。ナイス。まあ噛みつくっしょ。はしゃぎ回ろう。回復、ナイス。これで勝てるやろ。ナイス。強い強い。お、もう一体持ってたってこと？そういうこと？もう一回尖っ、いや待って、叩くにして、あ、ポテト爆弾。いやでも相手も近接攻撃してくるよね。はしゃぎ回ろう。ナイス。おお、強い強い。ダブルアタック痛いですね。そんなことする。はい、 OK。ナイス。いい子だ。勝利。いいね。ピョンジャックについて学ぶべきことはまだまだ多いな。ピョンジャックについてなのかな。まあ先に進みましょうか。ここのドアは開く。でもこっちには行かないんですよね。おー、あ、なんか入れる場所がありますね。ここ入るのかな。どういう場所。あー、落ちちゃった。落ちても別に死んだりはしないのね。
これは、箱を開けられませんね。これは？おー。なるほど。このスイッチで、これを、押して、で、箱を開けられるようになったのか。こんな仕掛けがあるんですね。待って、どうなってんのこれ。ちょっと、待って。まあ、戻ってこれたからいいや。感覚がわからんかった。これを、二つやらないといけないのか。で、これどうするんだろう。おー、上に上がれる。これも上に上がるためのあれだな。なるほど、そこに行かないといけない感じ。上に、待って。そこにもう一回行きたいんだが。押して、よーい。もうちょっとでいけそうだった。もうちょっとでいけそうでしたよ。こうして、よし。マジ！セーブされててよかった。こうして、はい、レバーを引いて、なるほどね。ちょっと、プラットフォーム要素みたいのあるじゃないですか。これを踏んで、それでやっと開くんだ。そうなんですね。じゃあここは宝箱の場所だったんだ。なるほどね。硬い鎧。自分の近接防御、遠隔防御を下げる効果を受けない。そういうのもあるんだ。よし、また戦いそうな雰囲気。帰ってよ。募集中の新人レンジャーに採用されるのは私なんだからね。新人レンジャーを募集中なんだ。だから、優しいルフ？優しいシルフ？何それ？かわいい。相手にランダムなマイナス効果を与える、やってみよう。白コリは尖る。トリック！プレゼント、毒をプレゼントしました。ナイス。よし、じゃあ、噛みつくにして、あとは、相手の命中率を下げましょう。いいよ。ケイリーの方のモンスターはね、いろんな状態異常を与えられるから、いいですね。叩く。噛みつく。お、ナイスー。お、一回で勝てましたね。ナイス。お、流星。遠距離攻撃も覚えましたね。そうなんだ。近距離攻撃の攻撃力をアップする技持ってるからね。なるほど。了解。レンジャーは私なんか絶対採用してくれないよね。こんな実力じゃ。レンジャーになるのは厳しルフだもん。厳しルフ。急にギャグ言ってくるやん。そうか。そんなに厳しルフでもないと思いますよ。いける。どうも。あなたはレンジャーになるだけの実力はある？あなたはレンジャーなんですか？スカウトだって。パイロン担ぎ。おっしゃ。パイロン担ぎはプラスチック。プラスチックに効くのは、大地と炎か。大地持ってないですね。流星。とりあえず尖ろう。尖ってまたトリックで状態異常をプレゼントします。お、遠距離防御か。遠距離攻撃持ってないな。アストラルタイプの内なるハーモニーは、あ、そっか。もう白コリ、この子アストラルタイプになったんだ。そっか、覚えとかないと。忘れてたよ。
噛みつく。おお。あ、じゃあ技のタイプも遠距離中心になっていくのかな。あ、また変身しましたね。なるほど。じゃあ尖るもやってもあまり意味がないってことか。そういうことか。相手を命中率下げる。いいよ。うん。噛みつくは痛い。痛すぎ。流星使ってこっちも噛みつく。オッケー。ナイス。倒しました。完全勝利。よっしゃー。小麦も手に入れましたね。ナイス。へえ、見込みあるじゃない。どうぞ中へ入って。簡単な試験だったのかな、今の戦いは。おー、レンジャー駐在所にやってまいりました。こんにちは。私はイアン氏。会えて嬉しいわ、新人さん。さて、私たちの駐在所はどう？ここは長い間放っておかれてたの。少し手直しして、疲れたレンジャーたちが休める場所にしたわけ。レンジャーの仕事って？ニュービラル島で暮らす人々を残忍なモンスターの群れから守ってるの、と言いたいところだけど、大抵は地域社会のために雑用をしてるの。あまり刺激的な仕事とは言えないかしらね。それについてはケイリーが承認になってくれてるわ。つい最近入ってくれた新人レンジャーとしてね。あ、あの、白コリと私、つい最近大天使と戦ったんです。緊張してますね、ケイリー。そうなの？それは詳しく聞かなきゃね。大天使たちの存在は確認していたけど、私たちはこれまであの存在から逃げることしかしてこなかった。あの、もしかしたらそれ以上のことがわかるかもしれないんです。イアンシーさん、白コリをレンジャーに入れてあげてください。さて、君はどう思ってるの、白コリ。レンジャーに加入してみたい？どうすればいいんですか？訓練生に登録して、ニュービラル島の各地にいるレンジャーキャプテンに会うの。そしてキャプテンたちのチャレンジに合格すれば OK よ。君はモンスターバトルだとかなりの腕利きみたいね。キャプテンたちはきっとあなたの戦う力を試したがるでしょう。レンジャーキャプテンって？君は本当にここへ来たばかりなのね。テストに合格すれば訓練生は正式なレンジャーになれる。ケイリーみたいにね。レンジャーは多くのことに責任を持つし、時には大きな危険に身を投じることもあるわ。キャプテンというのは私のように何か仕事をこなす人たちなの。キャプテンはハーバータウンの地域社会を支える努力をする他に、みんなの安全を脅かすことが起きればそれを解決するのよ。 OK、 わかりました。それじゃこれをどうぞ。レンジャー訓練生、え、12もあるの。ホモサピエンスって書いてあったけど、ホモサピエンスじゃない人もいるの？スタンプカード？チャレンジに合格すればキャプテンたちはそのカードにスタンプをしてくれるわ。カードがいっぱいになったら私に見せに来て、正式なレンジャーとして登録してあげる。レンジャーになるのってそんなに大変なの？ちょっと話をすればいけるのかと思った。っていうか、ケイリーはあの試練を乗り越えたってわけ？キャプテンたちは一人一人が自分だけの戦略を磨き上げているの。単なる力押しにはとどまらないものをね。君はそれぞれの戦略への対処法を学ぶことになるわ。あ、全部の属性かな？モンスター属性かな、多分。どう？できそうかしら、白コリ。もちろん。その息よ。レンジャーになるためにはキャプテン全員とトレーニングする必要がある。キャプテンたちがいる場所はハーバータウンの人たちから聞き出せる。あ、そうなんだ。聞かなきゃいけないんですね。それじゃあ町に戻らないと。私に用事があればレンジャーの本部に来てちょうだい。上に船の半分がついている建物はわかる？見逃しようがないと思うわ。私を乗り越えていった。はい、噂、ニュービラル島は思いのままに探検できる場所だ。次の行き先のヒントが欲しいときはハーバータウンの人たちと話して噂を聞いてみよう。ハーバータウンの人たちは噂話で情報をやり取りするのが大好きだ。
噂に出てきた場所を調べれば、大抵の場合はクエストを進めるヒントが手に入るほか、時には新しいモンスターを見つける手がかりがゲットできることもある。それは嬉しい。はい、ハーバータウンの人たちから噂を3種類聞こう。了解です。はい、それでは今回はここで区切りたいと思います。レンジャーになるためには12の試練を乗り越えなければならない。おそらくモンスターのタイプが12種類あるのかな。それでそれぞれのタイプのモンスターを扱うレンジャーたちとレンジャーキャプテンと戦っていくことになるのかなと。オープンワールド RPG ってことでね、結構自由に進めて良さそうなので、まあとりあえず街に行って噂を集めるところからやっていきましょう。次回は、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。